はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、皆様、前回というか少し前にですね、遊郭編 VS 無限列車編、VS、刀鍛冶編というものを前やったと思うんですよ。で、さらに、その後には、なたぐも山編とさぎり山編でやったと思うんですが、あのね、僕、その、ちょうどいい塩梅というか、すごい気になる、塩梅の、なんだろう、変っていうか、そのストーリーの、まあ、二つを、なんだろう、思いついたというか、つきまして、こちらですね。はい。なたぐも山と、遊郭編。かっこ抱きなし。抱きちょっとあると、ちょっと、やっぱりほぼ不正になってしまうので、抱きあってもいいか。抱きありの最後また抱きか。で、まあ、多分これ抱き、最後一応抱きにしましょう。これ、だったらどうですかね。まあ、じゃ、まこもちゃん、ちょっとこれなしにした方がいいかな、多分、あの、忍び三人っていうのは。だこれで抱きありで、善逸、伊之助、炭治郎、宇髄さん、そして牛太郎、上限ね。で、上限の、6抱き。そして、こちら、なたぐも山編。サイコロステーキ先輩。村田さん。まあ、ここら辺は多分一瞬でやられると思います。村田さん。るいくんのお兄さん。そして、るいくんの母。ここら辺までは多分全逸にボコボコにされてしまうと思うんですけど、こっから、るいくんの姉。るいくんの父。そして、伊之助、全逸、炭治郎。そして、まる、まあ、あの、進捗上がってるんで、この3人の方が強いと思うんですけど、やっぱりるいくんはね、ボスということで、こちらに置かせていただいたんですけど、るいくん。そして、なたぐも山で、後から来た、忍さんと、義勇さん。これだったらどうですかね。まあ、数では圧倒的になたぐも山なんですけど、その、一体一体の性能というか、やっぱり、宇髄さん、まあ、かなり強いですよ、柱の中でも。で、さらに、上限の、九太郎。そして、滝。ここら辺がいるから、だから、前半にどれだけ善逸伊之助たちが倒すかどうか。で、なたぐも山側からしたらいかに善逸伊之助をここら辺で倒せるかどうか。で、伊之助善逸たちを残しつつ、炭治郎とか宇髄さんとかに挑んで、牛太郎にダメージをかなり与えた状態で忍さん、義勇さんで二人を倒すっていうのができるんじゃないかということで、今回ちょっとやってみたいと思います。はい。ということで、まあ、まずこの二人で、ここら辺でいいんじゃないか。多分最初はね、かなりもう、ボコボコにされてしまうと思うので、多分こういう感じでいきたいと思います。はい。ということで、まず、善逸伊之助側が遊郭編ですね。はい。そしてこちらが、なたぐも山となっております。そして一応ちょっと夜にさせていただきまして、で、一応鬼殺隊同士戦うモッドも入れておりますので、まあ、鬼殺隊は鬼殺隊で戦うし、鬼と鬼殺隊は通常通り戦うので、今はこのまま行きましょう。ということで、まず、遊郭編、善逸。進捗は、進捗初期じゃん。あ、ちょっと待って、進捗はこれ、あれだね、強くしとかないといけないので、ちょっと今から、進捗、マックスにしていきます。よし、それでは、改めまして、いきます。それでは、善逸、そして、ゴー!サイコロステーキ、ゴー!いけ村田さん頑張れさあレッツゴー村田さんいけお兄さん原作再現原作再現原作再現あれ善逸は善逸あれあそこほーこんな行くんだよしお兄さんが 0.2 を食らわせましたさあ次お母様頼むお母様お母様頑張ってお母様お母様こっからですよお姉さんさあ閉じ込めるんだ前に閉じ込めろまっ落ち着け一回落ち着こう大丈夫ここまでは予想通りですはい計算通り全然計算通りですもう思ってた通りの結果でございますはいはい思ってた通りです大丈夫ですさあ行くぞこっからだお父さん行け頑張れ倒すんだ倒すんだいけ善逸よしいいぞかなり与えてるダメージ与えてるぞもう倒したのもう倒したのあ20しか食らってない結局か結局なのか分かったじゃあ伊之助いけ大丈夫まだ分かんないからここで伊之助が善逸を倒すと私は思っている伊之助が善逸だ倒せる
絶対倒せる。そう、体力が20も減ってる前日だったらいけるはず。いけるかな。頑張れ頑張れ、いけるいける、考えるな、いけるんだ、いける、大丈夫、絶対いける、よしよしよし、お、強い強い強い、いいぞ。そしてこれで遊郭へまず前日がやられたと。はい、なぜ私はナタグマヤマヒョンを応援してるんだろう。ボコボコにやられてるからかな。これわかんなくなるか。生き残った方はどっちだ。待って、待って待って、これナタグマヤマ、今追いかけてる方ナタグマヤマ、これナタグマヤマ、これナタグマヤマ、上、今上がナタグマヤマ、どうだどうだ、これやばい、わかんなくなる、わかんなくなる。残った方がさすがに、ああそうだね、これがさすがに遊郭でしょ。そうだよね、これナタグマヤマだよね。はい、ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、じゃあこの状況ででは善逸いきます。動物ちょっと戦いづらくない？頼むぞ。さあもうこうなったらナタグマ、ここまで来たらナタグマ山応援しよう。ここまで来たらナタグマ山応援させていただきますわ。さあどうだ、これはとりあえず伊之助が、多分さすがに善逸は勝てると思うんだよ、伊之助に。さあ勝ちました、12。あらあら、まあまあ、まずいね。ちょっと待って。ということはこれ炭治郎ですね。炭治郎が多分これ全員と瞬殺するか、どうだ。いやしかし意外と、あ全員が終わったと。え、これやばいんじゃない炭治郎。いやーい、あ、え、炭治郎同士まさか、あ、あ、炭治郎同士、あー、わかりました、ワンパーンチ。それでは炭治郎最後にしたいと思います。はい、だからるいくん、しのぶさん、ぎゆうさん、炭治郎と、これでいきましょう。はい、それではいきます、レッツゴー。るいくん頑張れ、炭治郎倒すんだ、頑張れ、いけ、いいぞ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 、かけ、受け、打て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 、やばい、しのぶさん、しのぶさん信じてる、炭治郎倒して、炭治郎、炭治郎なんとか、毒殺だ、どこ、どこで倒すんだ、どこ、どこを食らわせて、しのぶさん、どこを食わせ、あー終わっちゃう、終わっちゃう、炭治郎によって全てが終わっちゃう、まずい、ぎゆうさん、ぎゆうさんダメか、頼む頼む、なんとか炭治郎に意志、あざ出るから、あざもんのーになるから大丈夫、いけ、あざ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 を発動させて、いやもう刺してる、もう刺してるよ、もうぎゆうさん刺してる、よし。さあぎゆうさん、体力が残り41。うずい先生お願いします。さあうずい、お願いしますよ、うずい先生を倒して、頑張れぎゆうさん、ぎゆうさん、あざの力を見せるんだ、あざだ、ぎゆうさん、あなたはあざです、あ、95、あと残りこちらは炭治郎のみでございます、こちらって言っちゃってごめんなさい、さすがに応援しないといけない、だからこちらとしては炭治郎一人で、うずいさんと牛太郎と、ダキを倒さないといけないという絶望的状況ですね。いけいけ、頑張れ、いけ、頑張るんだ、入った、まさか鬼側がこんなに一気にやられていくと思わなかったもん、雲兄弟。いや、あのね、知ってるんですよ、あの、なんだろう、ナタグモ山の時の炭治郎はそんなにまだ強くないっていうのは知ってるんですけど、さすがにちょっと圧倒的になっ、え、終わり、音、え、音、え、音、音、え、終わったの、え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 、うずいさん急に強いね、え、嘘でしょ、ちょっと待って、あなた強いのね、牛太郎の牛の字も出なかったんだけど。はい、ということで、今回はごめんなさい、ちょっと僕の完全に読み間違いでしたね。うん、いや、いい勝負するかな、パッと見なんかいい勝負しそうじゃないですか。なんだろう、いやでもあれか、進捗が本当に遊郭編でもどうなんだろうね、遊郭編でもどっちにしてもナタグモ山編も遊郭編も進捗初期にしちゃえばどっちにしても変わんないのかな。遊郭編の方がちょっと強くなってるよね、ナタグモ山編より。だからまあむしろこの設定で良かったと思うんだけど、まあ一つ言えることはちょっとサイコロ先輩とかちょっとね、やっぱりナタグモ山のそのそうだね、ルイ一家のせいにしちゃダメなんだけど、やっぱり進捗がマックスの鬼殺隊、あのちょうどいい進捗が一番いいですね。だからコマンドでそのなんだろう、進捗も柱までじゃなくてここら辺までとかにしといて、うまくコマンドで設定してで戦わせるっていうのをちょっとまたいろいろ考えてやりたいと思います。コマンドのちょっと勉強、まあもしくはあの地道に鬼を大量に出してバン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 叩いて
こうやって動けなくして鬼出してバン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 叩いて進捗上げてっていうのもちょっとやっていけたらちょうどいい感じにできるんじゃないのかなと思いますので、ちょっと次回以降はしっかり、その原作にまあ完全忠実再現は無理ですけど、まあ炭治郎たちもねちょっとできたらなと、はい、思っております。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。最近ショート動画かなり出しておりますので、よかったらそちらも見てみてください。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。